グリア州は、ジョージア西部の州で、西側は、黒海に面する。2014年の人口は113,350人。面積は2033平方キロメートル。州都はオズルゲティ。北西にサメグレロゼモ、スバネティ州、北東にイメレティ州、南東にサムツヘジャバヘティ州、南にアジャリア自治共和国に、西に、黒海に接する。 以下の三つの地区で構成される。グリア公国の旗800年頃、ジョージアの歴史書に初めて、グリアが現れる。1352年頃、バルダニシズエケとダディアニケが統治する。1463年以降、グルジア王国から独立し、グリエリーエが統治する公国になる。最大半島は、グリア州アジャリア自治共和国バトゥメに及んだ。 オスマン帝国との度重なる紛争で、グリア公国の領土は徐々に削られ、最終的に消滅する。1810年、グリエリーへのマミア5世と、ロシア帝国は条約を結び、保護領となる。1819年、ロシアへの暴動が起きる。1829年、ロシアに併合される。1840年、グリアは、中心都市の名前から、オズルゲティ軍と改名される。 1841年、再び、ロシアへの暴動が起きる。1846年、新設された、九体試県に編入される。1902年、古作人の抗議運動が始まる。1904年時点で、人口は10万人弱、面積は2150平方キロメートルだった。山地や沼の谷、木々畑、どう園、茶畑が広がっていた。 ジョージア地方の中では、民族的に最も均一な地方で、少数の地方貴族と多数の小作人が州内で完結した経済を回していた。1905年、ロシア第一革命の中で起きたグリア州暴動は、帝国内で最も効果的で組織化された小作人運動だった。3月には、グリア共和国が成立した。1906年1月、 ロシア軍のコサック部隊がグリア共和国を壊滅させた。1918年から1921年、グリア州を基盤とするジョージア社会民主党がグルジア民主共和国を統治した。1920年代前半、ソ連の赤軍へのゲリラ戦が行われた。ソ連時代のグリア州は農業地帯で3つの地区に分けられた。1991年、 ジョージアがソ連から独立する。1995年、ジョージア政府は地名を歴史的なクリア州に戻した。リクハウリとシェモクメディの東方正教会は、クリア州の歴史的建築である。亜熱帯農業と観光が主要産業である。水資源が豊富で、天然水の鍋ぐらびの産地である。ジョージア最大の茶の産地の一つである。グリア人男性グリア人は、 東方正教会を信仰し、グルジア語のグリア方言を話す。ありがとうございます。